皆さんこんにちは。いやしかし暑いですね。日差しもめっちゃくちゃ強いです。で、前回病気になったハエ取り草を皆さんに紹介したんですけども、今回はその病気になったハエ取り草たちの今現在の様子をちょっと見ていただきたいなと思います。まずはこちらのハエ取り草からです。これが一番症状がひどかったですね。赤いタイプと緑色のタイプを同じ鉢に植え付けているものなんですけども、前回の撮影の時は、皆さんに状態をお見せするのに黒くなった鉢をそのままつけてましたけども、やはりそういったのをそのままにしておくと広がってしまう可能性があるので全てカットしました。っていうか、もうほとんど上の葉はですねない状態だったんですけども、で、一度も用土から抜き取って、これは新しい水苔で植え直しをしたんですよね。その時にダコニールの1000倍に薄めた液に株をもう5分程度つけていました。で、植え直して今現在ですね、このように新しく、補充葉がですね出てきてくれております。今のところ黒くなっている箇所もなく順調に出てきてくれるので、今後はどうなるか分かりませんけども、このままの状態で順調に育ってくれればまた元の姿に戻ってくれるんじゃないのかなっていうふうに思います。これ去年はかなりいい感じに成長してくれてまして、今年も期待してたんですけどね、春先は、順調だったんですけども、今のところはですね、なんとかこう回復に向かってくれているんじゃないのかなっていうふうに思います。続いてはカクタス長田さんのところのハエ取り草ですね。変異種のように名前がついて販売されていたわけではないんですけども、補充葉が真っ赤になるタイプです。こちらも新しい水苔で植え替えをしました。以前は生きた水苔がもっと茂っていて補充葉も真っ赤だったんで、すごく見た目も良かったんですけどね。でこちらはですね、脇からちっちゃな芽がたくさん出ていたんで、それは別にして、今はですねこちらに植え付けております。どちらもですね、今のところは順調に育ってくれております。続いてのハエ取り草はこちらがブリストルトゥース、そしてこちらが姫という変異種ですね。この2つもカクタス長田さんのところのハエ取り草なんですけども、まずはこちらのブリストルトゥース、前回の撮影時にはちょっとこう黒いポツポツが出ていて、病気の症状だろうなっていう感じだったんですけども、そこから、また広がり始めたので、そういった症状の出ている補充葉は全てカットして今現在ですね。でこちらも、新しく出てきた補充葉はですね、そういった黒くなっているとか病気っぽい症状は今のところ出ていないので、これもこのまま順調に育ってくれればまた元の状態にですね戻ってくれるんじゃないのかなっていうふうに期待をしております。そしてこちらの姫なんですけども、春に出た補充葉はもうほぼほぼ全滅状態だったんですけども、今現在はこうして新しく補充葉も出てきてくれております。これもそういった病気っぽい症状は今のところ出ていないので、なんとかね回復してくれればなっていうふうに思っております。最後はこの2つのハエ取り草なんですが、前に先ほどのブリストルトゥースとこのシャクティス、それからこちらのクロスティス、この3つの変異種を紹介した動画を出しているんですけども、その動画の最後に次回はもっと補充葉の変形した変異種を紹介したいと思いますっていうふうにお話をしているんですが、それがこの2つのハエ取り草なんですよね。もうその当時補充葉できていたんですけども、もう少しこう大きくなって見栄えが良くなってから皆さんに見ていただこうかなって思っていたんですけどね、病気の症状が出ちゃったんですよね。で、補充葉の方はカットしたんで、もう葉柄部分だけなんですけども、こちらもですね新しく出てきたものは、今のところ病気の症状が出ていないので、こちらもですねちょっとこれはまだ葉柄部分黒っぽいところありますけども、ちっちゃいんで見にくいんですけどね、中心部分から出てきている新しい補充葉はですね今のところ病気の症状が出ておりませんので、順調に2つとも育ってくれればいずれ皆さんに見ていただきたいなっていうふうに思っております。今年の我が家のハエ取り草たちは病気かな、病気だろうな、病気だなっていうような症状が出たものがほとんどだったんですよね。
まあ、唯一全く何も症状が出ていないのがこちらの大きな鉢に植え付けたハエトリソウたちなんですけども、これは非常にラッキーなことだなっていうふうに思っております。まあ、梅雨も明けましたんでカビ菌による被害っていうのは少なくなってくると思うんですけども、まあ、これからは暑さ対策って必要になってきますよね。皆さんも熱中症には十分気をつけて食虫植物栽培楽しんでください。今回は、病気になったハエトリソウたちのその後の様子を皆さんに見ていただきました。このチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思ってらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからも食虫植物に関するいろんな動画を上げていきますので、またぜひご覧になってください。あと過去の動画にも初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画いくつかあると思いますので、そちらの方もまだご覧になったことのない方はぜひご覧になってみてください。よろしくお願いします。